アウディの新型プレミアムコンパクト SUV Q3 が8年ぶりにフルモデルチェンジ。内外装デザインの刷新だけでなく、クリーンディーゼル搭載モデルも合わせて追加が行われた。アウディ Q3、 新型アウディの SUV ラインナップ、 Q ファミリー専用のオクタゴンシングルフレームグリルを Q3 にも採用し、大きな開口部を持つエアインレッドやシャープなデザインが特徴的なデイタイムランニングライト付き LED ヘッドライトを装備している。ボディサイドではクワトロであることを想起させるブリスターフェンダーやスリークなキャラクターラインが特徴だ。インテリアではオクタゴンシングルフレームグリルからデザインインスパイアを受けたインストルメントパネルが目を引く。上位モデルには10.25インチフル液晶ディスプレイ式バーチャルコックピットを搭載し、スピードメーターやタコメーター等の計器類をはじめ 3D マップやメディア情報の表示が可能だ。アウディ Q3、 新型 10.1 インチタッチスクリーンの MMI では車両セッティングや各種インフォテインメントの操作が可能なほか、スマートフォンと車をつなぐコネクティッドシステムも用意されている。ボディサイズは全長4490、従来比プラス 50× 前高1610、同プラス 10× 全幅1840、同プラス 15mm。 ホイールベースは2680、同プラス 75mm ホイールベース拡大の恩恵を受けた。新型 Q3 の居住空間はヘッドクリアランスが従来比で 7mm 拡大、ラゲッジスペースも70リットル増え530リットルに、あと席を格納すれば最大1525リットルに拡大できる。アウディ Q3 新型、用意されたパワーユニットラインナップはガソリンエンジンとディーゼルエンジンの2種類。従来の 1.4TFSI ガソリンエンジンを高圧の直噴システムなどを用い進化させ、最高出力 150PS、 最大トルク 250Nm を発生させる新開発の 1.5TFSI には、非等級止システムのシリンダーオンデマンド搭載により、パフォーマンスと燃費を両立させる。新たにラインナップに加わったクリーンディーゼルの 2.0TDI は最高出力 150PS、 最大トルク 340Nm を生み出す。ガソリンが 2WD のみ、ディーゼルがフルタイム 4WD のクワトロのみと、キャラクターも明確だ。 WLTC モード燃費はガソリンが 14.2km/L、 ディーゼルが 15.4km/L となっている。アウディ Q3 新型セーフティ、ドライバー支援機能としては高速道路走行時の車間調節や車線逸脱抑制を行うアダプティブクルーズアシストや、後方接近車両の検知・警告を行うサイドアシスト、一定の速度域で前方の車両や歩行者を検知し危険な場合には警告、ブレーキによる衝突回避等を行うアウディプレゼンスフロントなどを搭載している。ベースグレード Q3 35TFSI はガソリンのみ。上位グレードのアドバンスドと S ラインはガソリン、ディーゼルともにラインナップされる。新型 Q3 の価格は438万から543万円となっている。アウディ Q3 新型